このチャンネルに動画を編集して投稿してます。RM さんです。今週は諸事情により動画を編集する時間がそんなにないんですよね。そこでそれを鹿野さんに相談したら、質問返信動画楽でいいよ。ほなやるかー。ってことになりましてね。質問返信動画を作る運びになりました。昨年にも質問聞いてきましたので、楽しんでいってね。それじゃあ早速質問返信していきます。どのようなきっかけで RM タクができましたか？あれは確か2年くらい前のことでした。なんか動画見てたらクプルフやりたくなってきた。というわけでルルブを買ったのでとりあえずミスドに集合だ。っていう感じでヨウムとケイネとアリスが集められてセッションをしました。その日のセッションがチャンネルの初期に動画にした毒入りスープとストラフトンさんの日だったわけです。その後なんだかんだ全員ハマってもコウとエイキと小町が呼ばれたわけです。はい次。普段一緒にプレイしているプレイヤーの方々とはどのように出会いましたか？これは簡単ですね。全員リア友です。かれこれ 4,5 年の付き合いになります。はい次。タクメンってどういう集まり？あとタクメイってなんか決まってますか？タクメンはさっきの通りで、タクメイは決まってないですね。なんかの記念に決めたいですね。いつも投稿ありがとうございます。結局タクメンは何人なんでしょうか？ RM さんイコールマリサでいいんでしょうか？普段編集にかかる時間はどのくらいなのですか？そのありがとうが私の力になる。タクメンは、マリサ、アリス、ヨウム、ケイネ、モコウ、エイキ、小町の7人ですね。RM が誰の中の人なのかという話ですが、皆さん大体予想はついてると思います。でも明言はしません。私、ワクワク感を大事にしたいんですよね。顔出ししてないアーティストには理想の顔をイメージしてるから、本当の顔を見てがっかりしたくないみたいな、イメージの幅を作りたいのです。なので明言はしません。バレてるみたいだけど。みんなの性別を出さないのもそういうことです。実はああ見えてヨウムの性別は、っていう感じで解釈の余地を残します。ごめんなさい。編集時間ですけど、だいたい1分作るのに1時間ちょい。あとサムネとか設定とかもろもろ。って感じで計算してもらえればだいたい算出できると思います。前に紅白以外のタクとコラボしないんですか？コラボはしたいですね。コラボ依頼待ってます。西尾維新は好きですか？確か物語シリーズの作者さんですよね。たまに目にするので見たいなとは思ってるんですけど、一体何から手をつければいいのかいまいちわからないのです。誰か教えてください。はい次。タクメンで一番まともな人と一番ヤバい人って誰ですか？あと初コメ失礼します。コメント失礼されました。コメント嬉しいのでこれからもバシバシやってくれると幸いです。コメント全部読んでますし結構コメント常連さんは認知してたりします。タクのみんなに聞いてきました。まとも度で言ったら冗談抜きで私が一番だと思うにょん。イカれた人は、作られた狂気なのがマリサ。天然の狂気が小町かな。動画見てたらわかるんじゃないかな。まとも私、やばいのマリサ。とりあえずまともは私じゃないです。ロールプレイ中のアリスは結構やばいことがあるからそれで行きましょう。一番まとも、アリスさんですかね。やばい人はモコウさんですね。あれ？これって動画になってましたっけ？一番まとも？これ、私以外の選択肢があるのかしら？やばいのはヨウムかしらねー。予想不能な動きが多いのよね。まともは私だろ？常識的に考えて。やばいのは間違いなく小町。奴は本当にやばい。リアルの狂人エピソードが無限にあるぞ。まとも、モコウ、狂気、エイキ様。というわけでこんな感じでした。皆さんの予想と一致してましたか？私は意外と票がばらけたなって印象です。それでは次。前にしたシナリオのネタバレとその後どうなったか教えてください。どのシナリオの話なんでしょう？ネタバレは実際にシナリオを覗きに行くのもいいですよ。それでいろんな人に実際にセッションしてもらえたら嬉しいですね。その後どうなったかはどのシナリオかコメント欄で教えていただければ答えられる範囲で対応します。タクメンに対してで、今までで一番活躍、面白かった芸術技能は何でしょうか？筋肉みょんね。芸術サルトかな。死にゆくもの絵でマリサが使ってたやつ。対象をきれいに投げられるっていう世界一無駄な芸術。これって動画になってないですよね。そのうち動画化するから言っていいよ。じゃあ遠慮なく。芸術シベリア送りは万能すぎて面白かったですね。芸術筋肉ね。芸術どいてまるまるそいつ殺せない。悲しき理由権利とか色々の関係で動画化されないであろうセッションの芸術だ。悪いがここで供養させてもらうぜ。嵐の中、館に閉じ込められたシナリオで隠れる技能を用いて敵の背後を吸収。芸術技能って言ってるでしょ。というわけでどうでしたか？ちなみに小町は本当に芸術って聞いてこれが帰ってきました。どういう勘違い？ちなみにシベリア送りのセッションはそのうち動画化絶対にするのでお楽しみに。肉じゃがは好きですか？好きです。でもハンバーガーがもっと好きです。体に悪いものってなんであんなに美味しいのでしょうか？ヨウムさんは素でもロリコンなのですか？ヨウムさんに限らず素で狂ってる人や常識人なのは誰ですか？ヨウムには後で答えてもらうとして、後者の質問は AM として真面目に回答します。全員それなりの常識はあります。なのでシャフってわけではありません。一番常識があるのはケイネですかね。次にもこう、アリス、ヨウム、マリサって感じかな？素で狂ってる評価が卓面から多いのは小町、Hペアですかね。じゃあヨウムに回します。ヨウムです。ロリコンロールプレイはありますが、実は素はロリコンではないみょん。高身長、クール系、お姉さん、いいよね、とのことです。RM さんはティータリオンさんに対してどう思っていますか？面白い人、文章と発想力には驚かされるばかりです。敵になると恐ろしくて味方だと頼りになったりならなかったりします。でも尊敬はしてます。あと貧弱。最近筋肉が足りてなくてマッスルできていません。どうしたらいいでしょう？おお、迷える子筋肉よ。神に祈りなさい。そして教会に足を運ぶのです。人は裏切っても神は裏切りません。悩みがあるなら壊してしまいなさい。あなたに救いがあらんことを。いつも動画楽しんで見ています。卓面の良心、狂気、サイコパスなプレイヤーは誰でしょう？またこの人のロールプレイがすごかったとありましたら教えていただきたいです。良心はケイネアリスモコウ。狂気はマリサ小松。サイコパスはエイキミョン。ロールプレイとは少し違うミョンけど六方全書はすごいと思ったミョン。ダメージがなぜか高く設定されていて武器になり、その後も六方全書が武器として流行ったのは面白かったミョン。良心エイキ、狂気、ヨウム、小松。サイコ、マリサ。推理作家最後の事件でマリサが脱出方法を推理したこと。良心かはわからないけど安定してるのはアリスですね。狂気はマリサですかね？わからないですけど。良心は意外とヨウムですね。実は優しいんです。狂気はマリサです。いい発想だなって思ったのは、モコウさんが怪我人から包帯を取るロールプレイですね。確か死にゆく者へのセッションでしたっけ？良心はケイネのみね。狂気的なのはヨウム、マリサ、小町。サイコパスなのは言わずもがなエイキ。あと意外かもしれないけどモコウもね。最近モコウは六方全書で人を殴るのにハマってる節があるのよ。マリサの跳躍キックのライダーキックは初めて見たとき感動したわね。私も必殺技みたいなのがやってみたいわ。良心はケイネとアリス。狂気はヨウムと小町。最後はエイキとモコウかな。モコウの真面目なリアル思考のロールプレイ、私は結構好き。狂気と最後は確実にマリサ。マリサの推理は目を見張るものがあるね。血がうまいんだよ。優しそうに見えて最高なことも意外とあるんですよね。では次。推奨技能取ってないことが多いですが、取らなくなった理由とかあるんですか？多分 PL の誰か一人くらいは推奨技能取ってると思います。一人取っていれば余裕とか初期値で十分とかいう言葉があります。あと、縛りプレイをしてる時もたまにありますね。TRPG は自由にやるのが一番なのでみんな結構好きにやってるだけっていう感じですかね。なんでからっきしだというキャラを作ったんですか？動画化したくてもできないような内容のリプレイってありますか？ないことはないです。でも、ナーフしたりと手を加えて動画化することもできるのでそこまでないですかね。あとは、対画で動画化したくてもしてないとかは結構あります。コラボ動画とか。キャラの傾向。過去いいなと思った卓面のキャラ。傾向は AM から。ヨウムは妙なキャラや人材系統。モコウはシナリオにハマる職業代わりと真面目系の職業。ケイネは音楽関係が多め。エイキはヒーローとか。アリスも比較的モコウと同じ感じかな。小町は歴史関係が多め。マリサは、わからない。でもほぼ確実に戦闘技能に振ってきます。好きなキャラか。動画には出てきてないんだけどマリサの本郷っていう仮面ライダーかな。小町の桜舞い散る夜の夢で出てきたキャラ、オリジナルの謎の侍だね。お渡し機のストラクトンさんの日って動画化されます？あれはテストプレイだったから動画化はしないかもしれない。残念。そのセッションで小町が使っていた豆腐っていうキャラが豆腐すぎて何もできなかったんです。それがお気に入りですね。マスルマリサ。強く感情線のエイキ。ヨウムに永遠にマインドコントロールかけようとしてるの意味がわからなすぎて好き。まだ多分動画になってないけどモコウのお医者さん。詳しくはそのうち動画化されるはず。頑張ります。それでは次。最近流行ってる BL 問題について多面目線を知りたい。これは最近 Twitter で紅白 TRPG の投稿者たちが次々カップリングされたり、ママにされたりする小説やイラストやマシュマロが流行ってる話ですね。このコメントしてる人はイラストを描いてる犯人の一人ですね。ちなみに多面は爆笑してましたよ。いいぞもっとやれって感じでした。ふざけるな。今までやった中でお気に入りのシナリオを教えてください。なんだかんだ毒入りスープミョンね。栗姫来たんかな。推理が楽しかった。やり直しの部屋頑張って死を回避しよう。ストラクトンさんの日ね。リサラギ駅だな。ループ系ホラーとして面白い。これから動画になる神話生物がたくさん出てくるやつ。質問来てても泣いてほしい。M さんが TRPG をやる上での自分のプレイの特徴って何だと思いますか？あと多面から見た M さんってどんな人ですか？あとたまに元のセッションからキャラを使えずにそのままにした動画とか出してほしい。党員踏んだコメントですね。TRPG やるときのプレイングの特徴、リアルロールプレイヤーとルーニーの融合形って感じですね。キャラが取りそうな行動を考えつつふざけてます。みんなで楽しくプレイできることを心がけようとしてます。次に私の印象ですね。サイコパスだ。あと、私より面白いことするのやめてください。いい友達 ?TRPG だと役作りが徹底してる。ロールプレイがうまいと思う。特に KP の時。RM はカオスな役です。あと口がうまいから絶対論破できない。RM さんはたまにシナリオ書いてますよね。クオリティが高くてすごいと思ってます。あと、頭が切れますね。アイデアとかの出方が面白いです。印象ね。シナリオクリアよりロールプレイで場をかき乱すことに注力してる印象があるわね。あと、歴史系統への造形が深いわ。動画編集毎週しててすごいと思ってる。あとキャラのクリエイトが丁寧な印象あるな。いやキャラのキャラメモ欄が毎回小説になってる。キーパーの達人だね。あと、気がついたら何か壊してる。自分の印象をいざ多面からつくと面白いですね。でも、みんなにサイコパスって言われなくてよかったです。最近よく TRPG 投稿者サバでサイコって言われるんですよね。ゲテムです。元のキャラのセッションはやろうとは画策してます。実験的に海岸博でやってみてますけどね。次にそのままキャラで出す動画は多分投稿者の皆さんとやったコラボ動画になるのかな。コラボ動画はいつか出す可能性があることを早急に検討していく所存でありますね。クプルフ界隈でいわゆる有名なシナリオの中でやってみたいシナリオとかはありますか？スワンプマンは誰だ？ドール。投稿者の皆さんかっこチェスカントと秋葉さんに聞いたところこの2つは有名ではと言われました。結構昔に動画で見たんですよね。記憶ほぼ失ったのでやってみたいですね。単純に気になったから聞きます。そんな下心なんてないんですからね。R18 シナリオってやったことありますか？ R18 シナリオって見たことないんですよね本当に。グロで R18 なんですか？ HK だから、ともかくやったことはないです。何を食べたらそんな面白くなるのか気になるので今日の晩ご飯を教えてください。酒番バスピス。RM さんと多面さんへの質問、ロールプレイするときに大事にしてることとかありますか？多面がさん付けされる時代が来ましたね。私はリアルロールプレイヤーなのでそのキャラがしそうな行動や発言を考えてます。そのキャラの背景が大切ですね。どんなキャラか事前に考えてなりきるといい感じにロールプレイができる感じがします。眠くならないように簡単なイカれたキャラを演じるようにしてます。そうして生まれたのがあのイカれたキャラたちってわけ。さっき RM も言ってたけどその人物になりきることかな。なんかわかりませんが、周りがふざけてることが多いので、真面目にプレイしようとしてることが多いですかね。手に入れた情報には注意してますね。情報次第でだいぶロールプレイが変わってくるのでそのあたりには注意してプレイしてます。その人の癖やキーとなる行動を決めておくとやりやすいわよ。考える軸ね。マスルマリサなら筋肉をじっとして考えるとか、あとは他の PC の不祥事の収集を頑張ることかしら。空気感を見てロールプレイをしてるな。真面目な場面でずっとふざけてるのってどう思う？ってことよ。まあ要はメリハリだな。KP をまたいで勝手に行動しない。RM さんへ、チャンネルに上がってる怪談博物語、クプルフ神話 TRPG 以外にやったことあるシステムはありますか？あった場合動画化する予定はありますか？忍び神、パラノイア、リビドー、死亡フラグ TRPG、サイバーパンク、あたりはやったことあります。マーダーミステリーとか、二人捜査とか次はやってみたいですね。動画化ですけど、忍び神、死亡フラグあたりはいつか動画にしたいと思ってます。パラノイアは1回だけスカモさんに誘われてやった程度なのでまだわかりません。サイバーパンクは日本でやっている人をほぼ見かけないくらいマイナーなんですよね。いつか不況動画を作るつもりなのでよしなに。宅面からの RM さんの第一印象と今の印象と RM さんから見た宅面への第一印象と今の印象が聞きたいです。さっき私の印象は答えてもらったので私からの印象を。第一印象は覚えてないので全体の印象で勘弁してください。ヨウムはああ見えていい子です。みんなで何かしようって言い出すのは結構ヨウムだったりします。あと文章力とトークスキルが豊富です。模倣は優しいです。もう仏かというくらい優しいです。ただし小町にだけは優しくありません。模倣、小町、マリサ、RM でよくカラオケに行くんですよ。いい友達です。ケイネは音楽関係がすごい。模倣が神的な優しさだとしたらケイネは人間的な優しさですね。そろそろ社畜的生活から解放されるといいんですが、英気はねえ、マジの強人ですね。いい人なんですけど、いい人も突き抜けると強人に到達するんですよ。知ってました？アリスと仲がいいです。アリスも強人枠ですね。でもノリがいいのでたまにとんでもない突飛な行動をとったりします。あと、絵がうまいです。よくわからない行動が目立ちますが、リーダーシップがあります。口がとんでもなくうまくて発想が斜めなので面白いです。強人ではありますが、遅刻をしたことがないとか几帳面なところがあります。多分一番ヤバいのは彼女です。さっきカラオケエピソードが出ましたけど、最初の移行約束の時間に来たことは一度もありません。午前中に来ればいい子です。しかし知識が豊富で頭もいいのですごいはすごいです。ただし強人です。こんな感じですかね。宅面全員でダイス振って出目が一番高かった人に壺男やらせてください。いきなりの罰ゲームに驚きを隠せない。宅面の一人がクソ雑魚 PC しか持ってないからしばらくは無理かも。何回目でクリティカル出せますか？編集が上手くなるにはどうすればいいでしょうか？私はあんまり上手い方じゃないですけどね。一つ目はまっとうに勉強すること、二つ目に時間をかけること、あとは他の人の動画を見てどんどん真似をしてみることですかね。上手い編集って一体何でしょうっていう話もありますよね。持論ですけど、編集って時間をかければかけるほどクオリティは上がります。ただし投稿頻度は落ちますけどね。まずは時間をかけて調べてじっくり作ってみるのはどうですか？紅白 TRPG コラボ相手様を一言で表すとしたら何ですか？ビームさんは仏、アキハさんは覚悟してきてる人もしくは覚悟が決まりすぎてる人、シェラコさんも仏、タッカクさんは不幸、セッションしてなければまとも、イルカ猫はボタンを一つ掛け違えたシャツ、アカツキさんは肩幅、あと、いつもキーパーやってくれてありがとうございます。シェスカンと、カス、実は意外と優しくて繊細です。ジータリオン、小説よりきなり男、ガオガオさん、普通風狂人、ハッサン、ただの狂人、世界平和、不憫、ひたすら不憫、スカモさん、狂人風常人。探索者を考えるのはいつですか？セッションをすると決まった後、暇な時間に考えてます。あと、たまにキャラのイメージが降ってくることもあります。ホラー映画か BL 系の映画だったらどっち見ます？私ね、ホラー系の TRPG やってるんだけど、実はね、ホラー映画とかめっちゃ苦手なのよ。遊園地のお化け屋敷入れないくらい苦手なの。無理、助けて。3連続ファンブル出せますか？出せますよね。編集時間増やすのやめてください。シナリオ募集などしていますか？大手を振って募集をしたことはありません。でももらえたらめっちゃ嬉しいです。セッションしますし、良ければ動画化もします。DM やらリプやらで気軽に話しかけてくれたら嬉しいです。平和さんのこと大好きですか？別に好きなわけないんだからね。はい次。宅中の眠気覚ましに最適なこと。私はエナドリをよく買って参加してます。確か宅面はコーヒーを飲んだりしてたはずです。普通に寝落ちする人もいますけどね。オランダのいけないところ行って先輩やらかして私は間に合わないけどさすがに裁判官は有罪だし自業自得ですよねって案件メールされてて、それ先輩お願いします助けてください。まだオランダ来て日が浅いから頼れる人が少ないんです。誰でもいいんですってマジで。これは M さんならどうします？脳が内容を受け入れられなかった。おすすめのシナリオは何ですか？自作シナリオを作るときはどうやって作り進めますか？ TRPG 以外の趣味とかありますか？あったらどんなことですか？RM のおすすめはイルカ猫さんが動画化してたシナリオ、狩人の街ですかね。自作シナリオはまずやりたいことを決めて、それにフィットする神話生物を決めて、シナリオクリアまでの要所を作って細部を作っていくって感じですかね。神話生物はマレウスモンストロルムを使うとめっちゃ便利でおすすめです。趣味と言えるのか微妙かもですけどウィンタースポーツは冬は結構やりますよ。スキー、スノボ、スケート、好きです。前の冬も宅面とスキーとスノーボードスケート行きました。楽しかったです。本気でママロールプレイする気はありませんか？され、悪しき者よ。アルビのマリサにした理由は？キーパーとプレイヤーどちらが好み？ママになるつもりは？自作シナリオはありますか？ママになるなら子供は誰？投稿のきっかけは？動画を作る上で大切にしていることは？サイコパスという噂は本当？なんでアルビのにしたんだろう？忘れちゃいました。でも白髪が好きなのでそうしたのかも。私は PL の方が好きですね。キャラクターでふざけるのが好きなので、ママにはなりません。Twitter で気がついたら勝手にママにされてました。よって子供もいません。巷ではタリオンさんが子供になっていることが多いみたいですけどね。自作シナリオは何本かあります。そのうち動画にしてお披露目したいとは思ってます。投稿のきっかけはゆっくり実況が好きで、投稿を決意した時に TRPG もちょうど始めたので、ゆっくり実況の練習にと TRPG 動画を作り出したらハマってました。大切にしていることは情報の整合性が取れて、流れに説得力があるようにすること。よくたくめんや投稿者に言われるんですけど自分ではサイコパスではないと思うんですけどね。どなたかママになる気のある方はいますか？ RM さんがサイコパスという噂は本当？筋肉狂に入信しているのは何人？おのおのに PL の名前はありますか？自分のしていたロールプレイの動画を見て一言。一番ママになれそうな人は？タクメンは人によってはガチのママになる可能性があるのでノーコメントです。サイコパスですね。サイコだな。サイコですね。サイコかも。サイコね。サイコか？サイコだな。まあ私は認めませんけどね。私は本当に普通なんです。筋肉狂は基本マリサだけですね。PL 名はリア友なので普通に名前ですね。一番好きな自分の PC は？このロールプレイ、イカれてるって思ったのはどの場面？気になっているシナリオはありますか？全員の TRPG 歴は？音声かお布施、多いのは？多いのは音声でたまにお布施する感じです。TRPG 歴は全員マリサが誘った2年前からですね。最初のロリコンも好きですけど、追憶感情線のムチムチのムチも好きです。イカれてるのはマリサが電車の中のシナリオでずっとバイクに乗ってた時ですね。気になってるシナリオってわけじゃないかもですけど、サイバーパンクと忍び神とソードワールドのセッションしてみたいんですよね。アンブルの処理は基本イカれてることが多い気がします。好きなのはなんだかんだ最初に使った仮面ライダー。RM さんが書いたオリジナルシナリオで、序盤で小町が包丁で私を刺し殺したこと。結果導入で PC が全滅したんですよね。そうだ同人誌を買おうの歌のお姉さんね。ストラクトンさんのヒデなぜか教会を燃やしたようむね。イカれたロールプレイだと。なぜか館と共に自爆した侍が好きかな。なんで自爆したんだろうあたい。どうやったら泣きますか？わさび、RM、辛いもの、苦手、終了。真面目に答えてたら結構な量になりましたね。これにて一旦質問返信はおしまいです。実は私 Twitter でマシュマロをやってるので、追加だったり新たに聞きたいことがありましたらそっちでお気軽にお願いします。それじゃ全部質問も答えたことですしこれで動画を終わりますか？コラボ動画いつ出すの？コラボ動画まだですか？コラボ動画まだ。それではさようなら。